大分伽藍岳、片道1時間で火口も見えて絶景の山です。Tシャツを作りました。ギアスリングティーです。テントの設営とか、ギアなんかをね、横につけられる便利な T シャツなので、よろしかったらご購入ください。はい、大ちゃんです。今回は大分県別府市の絶景でお手軽の山、伽藍岳のご紹介です。今から、伽藍岳、1045m、目指したいと思います。伽藍岳は大分県別府市にある標高1045m の山で、山頂からは別府市を見下ろして絶景です。さらに塚原温泉からの登山口から登ると火口も見ることができます。はい、伽藍岳登山口駐車場ですね、近くに塚原温泉火口の泉っていうのがあるんですけど、そこのゲートの手前にございます。はい、伽藍岳登山口駐車場ですが、車は5、6台程度止められる感じです。奥に塚原温泉、火口の泉っていうですね、温泉施設も一応あるんですけど、そのゲートの手前の駐車場になりますね。この日は、元旦当日は塚原温泉さんお休みでした。この日はですね、大変な温泉フリークの方がちょっといらっしゃいまして、全国でも珍しい強酸性の温泉のようですね。いつかハイクの後の温泉行ってみたいです。はい、登山道はですね、非常にね、緩やかで歩きやすいですね。はい、伽藍岳の、登山コース途中です。ところどころ、登山道っていう看板がね、あって分かりやすいです。この黙々とね、海が上がっているのを、ここなかなか見えないと思います。穴場ですね。途中ですね、火口から煙が上がるのが見えるんですが、ここは立ち入り禁止になっておりますので、上の方から上がって火口付近を見るようにしましょう。ここはですね、活火山なので岩肌が非常に綺麗で別世界みたいです。火口からの煙や、硫黄の香りもかすかにするんですけど、さすが別名硫黄山と呼ばれております。塚原越えです。ここをまっすぐ行くと伽藍岳になります。はい、こちら分岐点です。塚原越えに到着しました。ここまで約30分ですね。ここから内山への分岐や、日と鍋山の湯への分岐になっております。はい、我々はこのまま伽藍岳硫黄山を目指します。はい、途中のですね、この緩やかなカーブのところ、内山だったり鶴見岳だったり由布岳が見えますね。こちら写真ポイントですよ。はい、ここからですね、ちょっと急登ポイントになります。ちょっとぬかるんでる感じもあるので、スニーカーよりもやっぱり登山靴がおすすめですね。はい、こちら山頂です。活火山ということで火山ガスが少し心配でしたが、親子登山を楽しむことができました。別府湾もですね、こちら側を、一望できます。別サイドでは由布岳も見えますね。山頂までは片道1時間程度でした。はい、山頂付近は岩場が適度にあるので風を防げて山頂飯がはかどります。人も少なくて穴場ですね。はい、少しお時間ある方はですね、さらに西方まで進みますと
伽藍の窓っていって岩の間から覗く場所だったり、伽藍の槍というこう尖った感じのですねポイントもあるようなので、次回はそちらを目指したいと思います。はい、今回は大分県別府市の火口見学もできるっていうですねお手軽な片道1時間で登れる山、絶景ですし、いろんな人鍋山の夢のアクセスなんかもできると思います。こちらの動画参考になりましたらチャンネル登録をお願いします。